ブラックプールフットボールクラブはイングランドブラックプールを本拠地とするサッカークラブである2019から20シーズンはリーグ1に所属1887年創設クラブにとって最も大きな実績に1 9 5 3年の FA カップ優勝がある決勝のボルトンワンならず FC 戦では残り20分の段階で1から3の劣勢にあったが スタンリー・マシューズの活躍で4から3の逆転勝利を収めた。この試合はマシューズファイナルとして知られる。2009から10シーズン、フットボールリーグチャンピオンシップで6位となり、プレミアリーグ昇格をかけたカーディフシティとのプレーオフ決勝に3から2で勝利し、2010から11シーズンのプレミアリーグ昇格を果たした。 クラブのトップディビジョンへの昇格は1970から71シーズン以来39年ぶりで、プレミアリーグになってからの昇格は初。しかし2010から11シーズンは19位となり、わずか1シーズンで2部への降格となってしまった。さらに、2014から15シーズンは、フットボールリーグチャンピオンシップで24位となり、リーグ1へ降格となってしまった。 このシーズンのフットボールリーグチャンピオンシップ最終節、ハダースフィールドタウン戦では、試合中に、突如ピッチに流れ込んできた数百人のサポーターが、センターサークル付近に座って、オーナーのカール・オイストンの解任を訴える、抗議活動を行った。そして、リーグ1でも低迷し、2015から16シーズンには、リーグ2に降格。しかし2017から18シーズンには昇格した。 2019年6月、ブラックプール出身の実業家であるサイモン・サドラーが、クラブ株式の96.2%を取得し、オーナーに就任した。プレストン・ノース・エンドとは、地元のライバル関係にあり、両クラブの試合は、ウェストランカシャー・ダービーとして知られている。最多得点勝利試合、最多失点敗戦試合、連勝記録1929から301952。 53-2001-02-2003-04-1936-1937-1954-1994-1995-1996-1971フットボールリーグでの成績2019年12月28日現在監督インアウト詳細はカテゴリーブラックプール FC の選手を参照 GKDFMFFW ありがとうございます。